店なんか特別に弁当のやってる。これあれなんかこれあれじゃないの、ベリーダンスやってんじゃん。おベリーダンス芸人なんだよ。えちょっと待って、東京でベリーダンスでブイブイ言わせてた。モハンマド上田にならす、はい、あのモハンマド上田だよ。ほーしゃーのー、知ってるでしょモハンマド上田、うん、看板いろいろ見たんですけど、はい、この店ってベリーダンスをやってるんですか？ベリーダンスやってます。あ、そうなんだ。あ、そうなんですか。ダンサーですか？違います。この4人の中で誰か1人か2人ベリーダンスやってると言ったら誰がやってると思いますか？違います。いや、違います。違うな、やっぱり。ぜひ、自己紹介してください。マッハスピード剛速球というコンビなんですけど、はい、ベリーダンス芸人なんですよ、実は。男性なのにベリーダンスですか？あ、そうなんです。すごい貴重な存在です。出てやってもいいですよ。モハンマド上田さんに習ってたんですよ。モハンマド上田さんご存知ですか？知ってるでしょ？どうなってんだよ。お待たせいたしました。今日特別のダンスパフォーマンスがあります。それではどうぞ。あ、そう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 、うまいうまいうまい、結構動くレーザーラモンさんみたいな、うまいね。ペタペタして肩出して腰だよ、次腰出して腰出して布を投げて、広島弁講座を始めようか。わしんち、うちんち、標準語では私の家、英語では my home。 もう一回言いましょう。うちんちが近いけ行こうや。うんちが近いけ行く。うんちだよ。